最近マリオカートにドハマり中のどうもトライアングルです。はい、今回はですね、まあ、早速最初の検証やっていきたいと思います。まあまず最初に検証やって、その後に、普通のっていうとあれですけど、まあレースやっていきたいと思います。今回はちょっとありがたいことにお客さんがおりま、お客さんにお隣さんがおりませんので、まあ普通の声でやりたいと思いますが、もうなんかもうお隣さんね、もう、いなくても、感じ的にはできるんですけど、まあ、このテンションだったらね。まあ、一応もうちょっとテンションね、叫んだり、できたらなと思うのでね。よし、じゃあ、はい、そしてですね、今回、やりたいことなんですけど、こちら、リボンロード。こちらで少し試してみたいことがございます。いつもね、トライアングルさん、なんで、コメント欄でよく、拝見いたします。なぜトライアングルさんはこんな無駄なことをするんですか？なぜそんな時間のね、無駄なことをするんですかと、よく聞かれます。はい、理由は簡単です。僕気になったら、検証しないと、そわそわしちゃうたちなんですよ。昔からなんですけど、実は。で、まあそれは今までその動画やってなかったんで、それをなんかその気になったらやっちゃうって性格だったんで、動画じゃない時はもうやってません。だからドラクエとか例えば、ゲマっていう、ドラクエ5の頃にね、そのパパスを倒すゲマっていうのがいたんですよ。そのゲマをなんとか倒せないかなと思って、もうずっとやってたり、10時間ぐらいなんかずっと頑張って戦ってたりね、してたぐらいちょっと気になったらやっちゃう人なんで。で、まあ今回、たまたまね、その YouTube やらせてもらって、でこう検証できるってことで動画撮影しておりますが、はい。で今回ね、結局ごめんなさい、何やんだよって感じですよね。今回やることはあれです。よいしょ。さあこれでゲットできるかな。この先に OK、 よーし。はい、クッパ、メカクッパがおりますね。はい、このメカクッパにキラーぶつけたらどうなるのか。これ普通に行くと当たっちゃうんですよ。でもこのメカクッパにほらどうなる、果たしてって感じじゃないですか、これ。いきますよ。どうなるかな、いきます。うわっ、うわっ、うわっ、倒せた。ほー。まあ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 、どちらかかなって思ってたんですけどね、当たり前か。どちらか避けるか、食らうか、どちらかだと思ってたら、食らう方なんだね。それでは、じゃあ、本編の試合の方に行きたいと思います。私は神だ、ノストラザマス。はい、どうも皆さん、じゃあ今回はねレースやっていきたいと思います。はい、今回はねワルウィージーとファルコーンですね。はい、やっていきましょう。まあちょっとお隣さんがいないということで、ちょっといつもよりもしかしたら声がちょっと大きめかもしれないですけど、まあ基本はね、でも言うて始まったらまあまったりやっていこうかなとは思ってますので、オデッセ、てかあれなんだね、ワルウィージーって結構、アクロバティックな動きするんですね。ジャンプアクションの時。ほら、こう、なかなかいい動きしてますよね。よいしょ。いいな。すごいな。そんな余裕があるなら、もうちょっと頑張ってアクセルやってる時踏んでほしいんだけど。こんな、やばいな。これにしか目がいかなくなっちゃった。やばい、どうしよう。もうレースに集中できない。そうだ、負けたら悪いじゃん、選手。なんでトライアングルさん、あの時、3位だったんですかみたいな。感じ、今ちっちゃさんから LINE 来た。なんであの時1位じゃなかったんですかって言うから、いや悪いじさんがなんかすごいアクロバティックな動きをするせいで集中できませんでしたみたいな。そうそう、そういう感じでいこう。そうだな、そうやってやれば言い訳がつく。そうだ、 OK、 それでいい。本当にね、僕の場合動画とかね、順位関係ないって言ったらあれですけど、もちろん皆さん の参考になるような走りはしたいんですけど、なんだろう、あまりに、ちょっと妨害中とか、私がね、暴言を吐いてしまったりとか、しない限りは基本、やべ、危ない。しない限りは基本カットしない。まあ、暴言はあんま普段吐かないんですけどね、多分。ツイキャス見てる方とかだったらわかると思うんですけど、僕は基本暴言は吐かないと思うんですけど、ね、心の中ではもう、ふざけんなって思ってるかもしれないですけどね。まあ、今んとこは安全ですね。ここはもう前出ちゃえば、かなり、安全だと思うんで、あとは青トゲが来ないことを祈り、まあこれ赤コーラ来たらぶん投げましょうか。どうかな、2位潰せるチャンスだけど、ちょっと抜けてますね。これどっかにセットしておいたら大丈夫かな。まあいいよ、とりあえず、いいよ、安全でいこう。これでショートカット勢がいるかな、大丈夫だね。赤コーラ来たね。おっ、うちい、マジで大丈夫、大丈夫、大丈夫。あっ、ぶんない。ちょっとあれかな、ジャンプしてる瞬間だったから、その下を、多分赤コーラが来ちゃったのかな。まあでも、1位取れたんで、よかったよかった。
やったざます。7200ざます。よし、じゃあ第2レースやっていきたいと思います。はい、今回はちょっとピーチをね、ピーチ、ベビーピーチをちょっとグレさせてみました。はい。子供というのはね、結構少しの刺激でやさぐれさせることができるのでね、皆さんご注意くださいね。これは150か。本当に子供っていうのは些細なことでグレます。もうそれだけはもうご注意していただいてね。お父さんがね、ちょっと実況なんかテレビの前、あっ、ね、パソコンの前で一人で喋ってる。それでグレます。はい。わかんないですけどね。別に、実況者をディスってるとかじゃなくてね。そういうことでグレたりするのでね、お気をつけくださいね。全国のお子さんがいる、実況者さんね。よいしょ。最後。これで、いいの出るかな、どうかな。結構飛ぶな。昨日。なるほど、なるほど。よいしょ。曲がりにくい。なかなか、さすがやさぐれですね。なかなかのいい動きをする。お、これマイク。あ、バカ、なんで使ってた間違えた。連続で使っちゃった。まあ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 、痛いよ。ほら、こうやってやってどんどんあれなんでね、やさぐれちゃうんだよね、ピッちゃんが。ほら、私のライフはもうゼロよ、コイン。あ、1枚増えた。やった。ちょっと離されすぎですね。これどうしようかな。ちょっと、ドンキでもええやね。どや、ドンキでもええやね。どんどんどん、ドンキ、ドンキ、ほら、来ないか。まあ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 、いいでしょう。キンキロ、前行きます。これは前行きまーす。とりあえず、キノコに当たらないように。オッケーで、使う。さあ、ドンキでもええやね。どや、ドンキでもええやね。今のアイテム欄で交換してもええやね。どや、こうか、そうか。これ1位抜けてるんで、いいの来そうな気がしますね。この順位でも。まあ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 、悪くない。痛ーい！くっそ！まずい！これまずい！これ残しておきたい。1個残そう。1個残しておこう。で、あ、ブーブーブーマジか！これ使う！どうだ？前が赤っと、出れそう！この、大丈夫。これは結構もらえるパターンかもしれない。よっしゃね。最後語彙力な？よし。よかったよかった。よし、じゃあ、今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあ、お疲れ様でした。バイバイ。